皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、じゃじゃじゃーん、こちらザラとギャップで今日はお買い物をしました。ということでですね、ちょっと今日とあるコーディネートを組んでいこうかなっていうふうに思っていて、まあ、タイトルにもあるんですけれども、私ね、生年月日2000年3月17日生まれなんです。そう、実は2000年生まれなんですよ。早生まれなので2000年生まれなんですけれども、私も前々から言ってるんですけど、今期のトレンドで一番もうビッグトレンドって言ってもいいほどの大ブームを引き起こしているのって Y2K だと思ってるんですね。で、 Y2K ってよく見たりとか聞いたりとかしてても何って思ってる方もいるかもしれないんですけど、 Y2K っていうのは2000年代っていう意味があります。 Year 2000 の略なんです。 K っていうのがなんかキログラムとかキロメートルとか K で線を表すみたいな感じで使われてることが多いらしくて、それで Y2K って言われてるらしいんですけど、2000年代のファッションが今もうめちゃくちゃ来てるんですよ。トレンドに敏感な方だったりとかもうすでに取り入れてる方もいるかもしれないんですけど、私もすごく2000年代のファッションが気になっていて、でしかも2000年生まれなので、なんかそれを企画にできないかなと思ってたんですけど、せっかく Y2K がトレンドになっているので、 Y2K っていうのをテーマにトレンドの春先取りコーデを紹介していきたいと思います。そうなので、今日はその Y2K コーデを作るためにいろいろちょっと買い出しに行ってきました。まず購入品から紹介して、その後最後にコーデをまあ3体ぐらいかな紹介できればなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず購入品から紹介していきます。じゃあまずはこちらですね、おなじみザラでございます。じゃあまず1個目がじゃーん、こちらでございます。これはもうね、 Y2K コーデには必須のアイテムになってきます。こちらがですね、ローライズのデニムパンツなんですよ。今季何かデニムを買い足すとすればローライズだなって思います。今までこうずっと流行ってたようなハイウエストではなくって、もうへそもしっかりと出るような腰で履くパンツ、これがねめちゃくちゃトレンドになっていて、今までがハイライズだった分、このローライズっていうのが新鮮すぎて、なんかもう海外とかでは今めちゃくちゃローライズがトレンドになってます。ただローライズってやっぱ着る人を選ぶと思うので、これはすごい好みになってくると思います。今年っぽさを出すならローライズかなとは思うんですけど、でも全然引き続きハイライズもいろいろと出てくると思うので、今回のこの Y2K っていうテーマではローライズがやっぱり必須になってくるかなと思ってこちらを買いました。で、私ザラでいろいろ見たんですけど、やっぱりあんまりないんですよね。唯一かな、私が見つけれたのがこのストレートフィットのちょっとアンクル丈、短めの丈のデニムなんですよ。私はもう少しワイドな感じ、結構ダボっとした感じのパンツか、ちょっとフレアなパンツが良かったんですけど、それがなかったので今回こちらにしました。今日はね、ちょっとこのデニムを回して参考で着たいなと思っております。では続きまして2つ目、じゃじゃーん、こちらでございます。3のトップスをゲットいたしました。これがねセールになってたんですよ。もともとこれ790円なのにセールで390円になってました。やばくないですか、390円、400円ですよこのトップス。私アメスリすごい好きで、1枚で着てももちろん可愛いし、この上にレイヤードしてあげてもすごい可愛かったりするので、結構ね使えるんですよこのトップスって。でさらにこの2020年の春夏はイエローがめちゃくちゃトレンドになってくるので、ちょうどいいなと思ってこちらのトップスにしました。では続きまして3つ目、じゃーん、こちらでございます。これね、私っぽくないですよね絶対に。私は絶対普段着ないような感じのベストなんですけど、2000年代って結構ねピンクがすごいテーマっていうか、2000年代って言ったらピンクだよねみたいなのがあって、ピンクのフェロアのセットアップみたいなやつとか、全然ほんとピンクでまとめちゃうみたいなコーデもあったりとかするんですけど、だからこのピンクのニットベストはいいなと思って、こちらは今回ゲットしました。でこれもねセールになってました。もともと1990円だけど790円になってていいじゃんと思ってこちらにしました。では続いてデザラはラストになります。4つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。今回はねよりコーディネートを完成させるためにバッグまでゲットしちゃいました。これもザって感じじゃないですか。なんかわかるかな、なんか言葉にしづらいんですけど、ここのチェーンの部分だったりとか、このデザインちょっとこうなんて言うでしょう、編み上げっぽい感じのデザインが落とし込まれたりとか、このスタッツだったりとか、ちょっとヴィンテージっぽい感じのレザーとかもそうなんですけど、もうザ Y2K みたいな、ザ2000年代の感じのバッグが置いてたのでザラで、これいいと思ってゲットいたしました。こういうワンハンドルのバッグ、ちょっと前からねすごい流行ってると思うんですけど、こういうバッグも2000年代っぽいなと思ったので今回ゲットいたしました。ということでザラは以上になります。では続きまして
ちらギャップの購入品を紹介していきます。私ギャップね結構久しぶりに行ったんですよ。なんか最近ちょこちょこギャップのスウェットとかが流行ってるっていうかっていうのも耳にしたことあるんですけど、久しぶりに行ってみたら結構可愛いのが多くて、やっぱギャップってこうアメカジっぽい感じの服が多いのでとてもねぴったりのアイテムが見つかりました。でまず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。ヘンリーネックのトップスなんですけれども、まあ、このヘンリーネックも2000年代っぽいなっていうのでこちらのトップスゲットしたんですけど、これねいろんなカラーがあってめっちゃ可愛かったんですよ。胸元にハートのマークがピョってついててラベンダーみたいな色とかグレーもあったしアイスブルーみたいな感じのやつもあったりとかカーキもあってブラウンもあったかな、すごいいろんなカラーあってめっちゃ可愛かったんですけど、今回は使いやすいホワイトをチョイスしました。これ後でまあ着るんですけど、これねすっごい絶妙な丈感なんです。なんて言うんだろう、結構2000年代とかってダサカワみたいな感じ言われてるんですよ。ちょっとダサいよねっていう風に言われてて、まあ、それが可愛いってなってるんですけど、今はなんか袖がなんだろう8分丈ぐらい9分8分丈ぐらいちょっと なんとも言えない丈感の袖の T シャツとかこう今トップスとかっていうのがすごくぽいなんて個人的に思ってて、でこのトップスも袖がねすごい絶妙なんですよ。だからこれもすごくいいなと思って絶対ぽいコーデできると思ってこちらを購入しました。やっぱギャップ結構生地もしっかりしていてシルエットも綺麗なのでこのトップス結構私一押しかも。ギャップね30パーオフになったんですよね。 LINE で会員登録したら30パーオフになりますって言われて登録したのでめっちゃお安くゲットできました。ギャップは続いててラストになります。2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。パーカーをゲットしました。やっぱりねパーカーは Y2K コーデにすごく欠かせないアイテムになると思います。私は今回ギャップのこのパーカーゲットしたんですけど XL にしました。すごく大きめなサイズでダボッと着れる感じのものを選びました。パーカーでもね別になんかサイズ感とかは人それぞれ好みでいいと思います。短めなパーカーでもそれっぽくなるし大きめのパーカーでもそれっぽくなるし、なんか割とジャストなパーカーでもそれっぽくなるしっていうので、特にシルエットとかにこだわりはそんなになくって、とりあえずこのパーカーっていうアイテム自体がぽいんじゃないかなと思って今回こちらゲットしました。これめっちゃ可愛くないですか、色合いマスタードとカーキとネイビーの刺繍がこんな感じで入ってて、ギャップのねこういうパーカーもねすごく雰囲気が出るんですよ。そうなので今回こちらゲットいたしました。はい、ということで以上が今回購入してきたものになります。ということで2000年生まれの私が作る Y2K コーデ着替えてね早速紹介していきます。はい、ということでまず1コーデ目こんな感じでございます。じゃん、まず1コーデ目は結構シンプルな感じの合わせにしてみました。ホワイトのトップスにデニムにコンバースとバッグ、黒のバッグっていう感じで結構色合いもシンプルで一番こう調整しやすいような感じのコーディネートかなって思います。やっぱり Y2K って言ったらこのロワイズのデニムって言ったと思うんですけど、やっぱりこれ履くんだったらお腹が見える感じのブスがいいかなっていう気がします。でこれね実はちょっと折ってるんですよ。伸ばすとこんな感じなんですけど、これでも全然いいとは思うんですが、ちょっとこういう風に折ってあげるとよりそれっぽい感じでコーディネートが組めると思います。なんだろう、もう今までのコーデとは本当に全然違いますよね。今までだったらもうすごいハイウエストなボトムスっていう感じだったと思うので、ハイウエストがやっぱりスタイルがよく見えるっていうので人気だったと思うんですけど、逆にあえてこのローライズっていう攻めの感じのファッションがすごく新鮮だなと思って、私もちょっとハマりつつあるんですけど、こんな感じで1コーデ目組んでみました。じゃあ次2コーデ目いきましょう。はい、ということで2つ目のコーディネートでございます。これぞっていう感じのコーデができたんじゃないでしょうか。もうすっごいね、ネックが出ちゃってっていう感じなんですけれども、ちょっと引っ込ませておいて、こういったローライズのデニムに結構ミニ丈のトップスを合わせるっていうのもすごく定番なコーデだったっていう風に聞いております。定番なコーデでした見る限り、まあ、なんですけどさすがにこのねタンクトップ1枚だけだとちょっとっていうのがあるので、上からこのギャップのパーカーを貼ってあります。このパーカー本当に可愛くて、でも、まあ、私今回 XL を選んでるのですごくオーバーサイズな感じでとってもねゆったり着ることができます。帽子とこの靴は自分のものだったんですけど、この帽子もねすごくいい感じに味が出てるんじゃないでしょうか。あとやっぱり Y2K といったらこの厚底のシューズっていうのがめちゃくちゃ定番なアイテムなので、こういうシューズとか合わせてあげると一気に Y2K コーデにね仕上がります。で今これパーカー羽織って前開けてきてるんですけど、これ閉じてもね
可愛いんですよ。こんな感じでちょっと途中ぐらいまで締めてあげても可愛いし、全部締めてあげても可愛く着られます。ギャップのパーカーっていうのが2000年代の雰囲気がねとっても出ると思います。このパーカーほんと可愛い、色合いも最高。ということで2つ目のコーディネートこんな感じでした。ではラスト3つ目のコーディネートいきたいと思います。はい、ということで3つ目のコーディネートこんな感じになりました。はい、このコーデは私のいつものコーデとは全然違った感じにしてみました。せっかくね今回ちょっとコンセプトを設けてコーディネートを作っているので、いつもと違った感じもちょっと入れてみようかなと思って、どうですか？今回は、スクールガールっぽい感じかなのコーディネートにしてみました。ニットベストにちょっと中のねシャツは私物になってしまうんですけど、この中にシャツを入れ込みましてスクールガールっぽくしております。で足元もローファーにしたりとか、あ、そうだ、あと髪留め、このバタフライモチーフの髪留めっていうのもすごいトレンドだったらしく、バタフライモチーフっていうのが2000年代でも結構使われていて、で私これちょうど持ってたのでちょうどいいなと思って今回つけてみました。こんな感じでちょっと若い感じかな、まあ、スクールモチーフなので高校生ぐらいの感じのイメージかな。やっぱりこのニットベストがすごくねカラフルだったりとかでちょっとポップな感じの Y2K コーデにしてみました。いつもと全然違うのでなんかとっても新鮮な感じでコーデが組めたかなと思います。はい、ということでこんな感じで私の Y2K コーデ3コーデ紹介してみました。もうこの画面に映る感じがいつもと全然違いすぎてなんかちょっと見慣れないですね。いつもの私じゃないみたいですが、まあ、今回はこのデニム1本、ローライズのデニムがやっぱり象徴的なトレンドかなと思ったので着回してコーディネート組んだんですけど、全然ローライズじゃなくてもいろんなね Y2K コーデあると思うので、ぜひ皆さんこの春ちょっと挑戦してみたりとかしてみてください。今回はちょっとザラとギャップでお買い物したので、あんまりこういろんなパターンでコーディネート組むことがちょっと難しかったかなっていうのもあるんですけど、まあ、でもすごくやってて楽しかったです。やっぱりいつもしないコーデを作ってみたりとかっていうのですごく新鮮な感じで、コーディネートどうしようかなって考えてる時もすごい楽しかったので、まあ私はでも今紹介したようなコーデをこれからずっとやっていくってわけじゃないし、なんか所々ちょっとポイントとかで2000年代っぽいアイテムを取り入れたりとか、まあ、今日の購入品で言うとあのバッグとかだったらすごいワンポイント取り入れやすいかなと思うので、なんかそういった感じで一つアイテムを今までのコーデに加えてみるとか、なんかそういうとこから挑戦したりとかっていうのも全然ありだと思うので、私もまあなんかそんな感じでこれから Y2K っぽいコーディネートやっていこうかなっていうふうに思います。コメント欄とかでも今回の3コーデの中で好きだったコーディネートとか教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。